チャオ、プリンスコーです。タロットの深い森で眠りに陥ってるレディーたちをそっと連れ去り愛し合うプリンスタロット辞典、今日はワンドの2になりました。そう、ワンドの2ですね。こうワンドの2ね、結構ね、こう描かれてるものがね、たくさんありまして、それらがね、ものすごくね、こうリーディングの、ヒントに、なっている形ですね。まず絵柄ですけれども、こうお城の上にね、何やらこう身なりのね、いい男性、その身なりのいい男性がこう手にはね、こう地球儀を持って、もう片手にはね、こうワンドを持っている。そう、そして、もう一本のワンドはこう城壁にね、大事にくくりつけられている。そして、彼がね、目の前に、こう広がっているのは、こう広大な海ですね。そう、お城がね、こう海にね、こう接しているような場所、お城からね、海がものすごくね、こうよく見える場所に彼はこうたどり着いてるんですけれども、そう、彼はね、このワンドのエースでですね、こうワンドのエース、こうお城が描かれてましたよね。そう、この彼はね、こう彼なりにこのワンドのエースの、やる気、熱意、情熱の世界で、やっとね、お城にたどり着いて、そしてお城をね、所有することができたというような、形なんですよね。ただこのお城、あまりこう大きなお城ではなくてですね、ちょっとこう見た感じね、そんなに高そうではないですので、きらびやかなね、豪華なお城、そんなにね、大きいお城ではないというのが、こう見て取れますよね。ただし、小さくてもね、お城を得たっていうのはね、ものすごくステータスですよね。そう、彼はまさしくね、こう小さいお城ですけれども、彼なりに頑張ってきて、こうお城を得て成功しているというような姿なんですよね。そう、ただですね、彼はこうお城にたどり着いたのはいいんですけれども、こうよその世界を知ってしまったっていうような、状況なんですよね。こうせっかく苦労してお城を手に入れたのに、お城から見える世界はなんとね、広大な海が広がっていて、まだまだ先がありそうな、そういうような、景色がね、広がってるんですよね。そう、旗から見るとね、もう彼は十分、お城をこう手に入れて、成功者、十分すりぐるぐらいね、こうステータスを、持っているんですけれども、ちょっとなんか彼ね、こうなんか物足りないっていうかね、こうお城を手に入れたけどまだまだ先があるじゃないかっていう形でね、ちょっと野心にも似た、そういうようなね、気持ちが芽生えてるような状態なんですね。そう、旗から見るとものすごく成功してる、もう十分じゃないかって思うけれども、本人はね、確かに満足はしてるけどなんか違う、もうちょっと先には、いっぱいね、自分の知らない世界、もっと成功が隠されてるんじゃないかっていうね、そういうようなね、気持ちにとらわれてるような、カードでもあるんですよね。そう、なんていうか、皆様にこうちょっとこう例えると、そうですね、ご夫婦で、お家を買われて、ものすごくね、こう頑張って頑張って、こうものすごくね、いいマンションをね、こう手に入れて、こうさやっと住むようになった。で、住んでは見てみたけれども、ちょっと隣にね、こうもうちょっといいマンションがある、あら、もうちょっとね、私たち夫婦頑張れば、このもうちょっといいマンションに行けたんじゃないのっていうようなね、そういうようなね、気持ちに似てますよね。もう十分ね、今のマンションで住まれてることでも十分成功なんですけれども、ちょっとね、よそを見て、こうよそのね、良さ、こう他人のこう、ね、お庭はこう芝生は、青く見えるじゃないですけれども、そういうような、気持ちにとらわれてるっていうふうに、例えるならばそういう例えなんですよね。そう、これをね、ちょっとこう物ならいいんですけれども、人間関係に例えちゃうとちょっとね、特に恋愛関係ですともう複雑になっちゃいますよね。そう、なんとかね、彼、女性がね、彼にこうアプローチして、彼をこうゲットして、さあね、今後、2人の世界が待ってるっていう風な状態でなった時に、ちょっとポッとね、全く彼とは違う状態の存在のような彼が現れてしまった。そう、まあこの絵で言うならば、まあこのお城の人物、とてもこう王様のようなね、格好をして、とても上品で、こう地球儀を手に持ってね、こう落ち着いたような感じの男性だけども、この海辺にね、こう漁師、こう荒々しいね、こう漁師、こうなんというか、この城壁の男性と違って、自分のまあ、赴くまま、自分の考えるままに自由に生きている男性が目に入ってしまって、彼とね、ちょっとこう比較してしまうというようなね、感じになって陥ってしまっているような状態なんですよね。そう、人間関係ですとちょっと複雑ですよね。今の彼でも十分、ステータス、幸せは手に入れたのに、ちょっとね、よそに、全く違う正反対の人物を見つけてしまって、まあよからぬ考え、そっちの彼、海辺の彼はどうなんだろうっていうようなね、そういうような意識がね、芽生えてしまってるっていうような状態が、まあワンドの2でもあるわけなんですよね。そう、ですので、なんというか、ワンドの2のカードはですね、こう十分成功なんですよね。ただご本人が納得していればもう大成功なんですけれども、そこから先、その先を見据えて、ちょっともうワンランクアップしたいなっていうと、もうね、今の立場がこうガラッと色あせて見えてしまうっていうのは、ちょっとこう二面性があるような、カードなんですよね。そう、十分ね、ステータス成功なんですけれども、ちょっとね、
うん、ワンドの2ぐらいですと、うん、あまり経験というかね、苦労というか、うん、そういったものをこう培っていないで、来てしまって、そう、こう簡単にね、成功が手に入ってしまった。簡単に成功が手に入ってしまって、十分成功なんだけれども、簡単すぎるのでね、別の世界もね、よく見えちゃうんですよね。そう、なんていうか、うん、自分が今までやってきたこと以上のことをすれば、もっといい世界がね、手に入る、うん。もっといい彼が手に入るんじゃないかっていう、そういうようなね、こう、考えの芽生えに近いような形なんですよね。そう、これがね、ちょっとこう逆位置になってしまいますと、ちょっともうちょっとね、人間関係がこう複雑になってしまうんですよね。そう。で、僕はね、こう、現役のね、プロの占い師ですけれども、恋愛問題でね、このワンドの2の逆位置はもうものすごくね、出るカードなんですよね。かなり高い割合で出るカードなんですよね。そう。特にね、こう、女性がね、彼の気持ち、付き合ってる彼の気持ちはどうなんだろうっていう場合に、このワンド2の逆位置がね、もう圧倒的に多く出るんですよね。そう。これはですね、ワンドの2、うん。確かに彼は、このお相手の女性、そう、クライアント様の女性と付き合ってて、うまくはいってるけれども、ちょっとね、心の片隅に、うん、あわよくば、他の女性もいるんじゃないかっていうね、まあちょっとこれはね、男性特有の、もう永遠のテーマですね、他にもっといい女がいるんじゃないかっていうのは、これ永遠のテーマですけれども、そういう気持ちが芽生えてるような、カードでもあるんですよね。ただしですね、このワンドの2、こう、ものすごくね、きらびやかで、こう、ステータスを感じる服を着て、なおかつステータスを、こう満たしているお城にいるということで、彼はね、そういう気持ちはあっても、実際ね、他の女性に行くっていう、そういうようなね、こう、行動に移すことはほとんどないというような形ですね。彼自身ね、この状況にものすごく満足していてですね、こう、あくまでも他の女性がいいんじゃないか、もっといい女性いるんじゃないかっていうのは、彼がこう、地球儀を見てますよね。地球儀を眺めて、こう、いわゆる妄想の世界というかね、自分のこの恋愛モードのその気持ちの、その楽しい、こう、モチベーションを維持していくための一つの材料ですので、こういざね、浮気をするとか、そういうような、即ね、他の女性に行ってしまうっていうのは、そういう意味ではないので、そう、ワンドの2、かなりね、パワーのあるカードですので、逆位置ですと、うん、失敗とか破局とかというよりも、ちょっとね、今の状況、うん、もっといい状況があるんじゃないのかなっていうような、そういうような、ちょっとこう、なんというか、まあ、いわゆるね、スケベ心が出てしまったっていうようなね、そういうニュアンスですので、そう、恋愛面でね、このワンドの2の逆位置が出たとしても、それほどね、こう気にすることはないというような形ですね。そう、あくまでもね、正位置では、この男性、今の地位にね、ものすごくね、満足をしたいんですけれども、ちょっとね、いかんせん、うん、その満足よりももっといいものがあるんじゃないかっていう、そういう気持ちがね、彼の心に芽生えてる。ただですね、そう、ワンドのこうスートっていうのはですね、こう現状維持っていうよりも、これからどん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 自分の道を歩んでいくっていうようなカードですので、こう、今の状況をもっと良くしていきたい。こう、状況をね、どんどんこう、自分自身のね、自分らしさを求めていきたいっていう人にとっては、このワンドの2はね、こう、ものすごくいい道しるべになるようなカードなんですよね。そう。ですのでね、このワンドの2、このカードが出た場合ね、今の現状をこう維持しつつ、次のステップアップ、もうワンランクアップいってもいいんじゃないのっていうような、そういうようなね、ニュアンスで読むと、とてもね、前向きで、こう、かなりね、こうワンドの2の特質を生かしたリーディングに結びつけられると思いますので、ちょっとね、頑張って、うん、読んでみてくださいね。それでは今日のレッスンはこれまでです。また次のレッスンでお会いいたしましょう。チャオ。